吉田さん、おめでとうございます。いや、なんか私まで嬉しいですよ。まあ、お父さんにね、車をプレゼントしてあげたって、これはいいですね。やっぱこう、やってあげた感はありますね、確かにね。で、お父さんとしても、いや、こんなにしてくれるまで立派になったんだなって思うと思うんですよ。だって車って自分のを買う時ですら、ものすごくね、中古で探してもう選んで、欲しいのは欲しいであるんだけども、でもまあ乗れるやつにしとこうかみたいになるわけですよね。まあ、でもね、これ以上はないっていうやつを手に入れる体験っていうのは、車に関してはなかなかないと思いますけども、いや、でも感激してんじゃないですかね。うん、いや、私もね、あの、車のプレゼントはしなかったんですけども、まあ、一応ね、自分の持ってる車のうちの1台を、あの、使っていいよって言ってね、まあ、2年ぐらい、あの、駐車場代込みで出したんですよ。うん、まあ、この前、あの、廃車にしましたけどね、いい加減。で、だんだんうちの親父も年取ってきてね、車のプレゼントはちょっと間に合わないですね、もう今は。うん、もう今からするのはちょっと申し訳ないんで、あの、その代わりね、おととしまで、こう家族旅行ね、私も込みで行ったわけですけども、まあ、北海道なりね、で、九州なりね、湯布院なり、まあ、四国とか、あと島根とか、なんかね、思うところは全部行けたなと思いますね。ね、そして、私の両親というのはね、群馬栃木の出身なんで、そちらの方にも一緒に旅をしてね。で、まあ、若い頃のというか幼い頃の思い出話を聞いたりとか、一緒に学びやね、小学校や中学校を一緒に訪問したりとかね、うん、で、それをビデオでまとめて、美空ひばりの音楽つけてプレゼントしても感激ですよ。これはやってやったぜみたいな感じですね。しかも毎月お小遣いをね、まあ、上げているということなんですけども、でもね、やっぱりどんだけしてあげても、もうね、先にほら死んでしまうじゃないですか、基本的に。だからお小遣いあげても限界があります。だって今使いたいものも使えるものもないん で、使おうと思ったら私が出すんで、だったらお金あげてもあんまり意味がなくて、そのまんま相続税でこっち返ってくるみたいな感じなんですよ。ただやっぱりそれをしてるっていうことが、私もすごく、いや、ここまで来れたぞみたいなね、満足感もあるし、まあ、うちの息子もなかなかやるようになったなみたいなね、そんなところもあるし、しかも私は相変わらず24時間暇だしみたいなね、今日もさっきまでね、行ってたんですけども、なんかこの一緒に過ごす時間もあったり、なんかね、和解をする時間がこの人生のね、後半で持てるっていうのは非常にいいなと思いますね。でも、まあ、私もね、そうは言ってもロスジェネ世代ですから、本当についてたなと思います。ロスジェネ世代っていうのは、私の世代とかを中心とした、まあ、10年15年ぐらいの幅であるわけなんですけども、有効求人倍率が当時は 0.59 とか言って、2人に1人はもう絶対に就職できないっていう、そんな時代だったんですよ。椅子取りゲームで言ったら100人選手がいて、椅子は50個、絶対に努力とかなんとかじゃなくて、絶対50人は座るとこないよっていう、そういう状態なんですよね。で、現在このコロナ禍でも有効求人倍率は 1.29 なんですよ。だからみんな絶対就職に余ることはないし、こんな時代でもね、不思議ですけども。で、しかも採用しようと思ってる方が人が来なくて困ってるみたいな、この状態で出ますよ。不思議ですね。数字ってのはそういう風に出てくるわけですよね。そう考えたら、当時どんだけね、本当熾烈だったのかとかね、多分吉田さんの時代もそうだったかもしれませんけども、もう尾を引いてるわけですよ。失われた20年30年って言いますけども、まさにね、今私みたいな50歳50代のものが30年失われてるわけですよ、ね、20歳で社会に出て、それから何にもないわけですから。一回も正社員になってないとかね、いやいや、なんか3年以上勤めることができなかったみたいな方も多いと思います。で、貯金もないし、そんな親の面倒も当然見れないし、家族もなかったり、自分の明日がどうなるのかなみたいな。で、そろそろ老後の心配しないといけないですよね、自分自身は。私も当然老後の心配してるんで、資産のこととか、それから体力のこととかね、食事のこととか、もう相続のことも考えてますよ、私は。例えば、いろんなアカウントあるじゃないですか、作ったアカウント。それをどうしようかなとかね、海外の資産をどうしようかなとか、暗号通貨をのロックをどうしようかなとかね、そんなこと考えてるわけですよ。なんか本当にね、人生ってあっという間だなと。もう人生の調整に入ってるというね。もうでも実際吉田さんも感じてると思いますけども、まあ髪の毛がね、薄くなってきたりとかね、体力衰えたりとか、やるぞと思って買った筋トレグッズをそのまま使わなかったりとかね、いろいろありますよね、うん、でも少なくとも私たちはこうやって自由なお金の稼ぎができてるところで、ちょっとついてましたよね。ついてた。多分 YouTube なら YouTube でもいいんですけども、 YouTube をやる人が増えると、それはそれできつくなるんですよね。で、今のバランスでやれ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 言ってない、言ったのにやらない人が多いから、まだ私たちはやっていけるんですけどね、うん、
FX の教材この度出したんですよ。前回の続編で中級編ってやつ、まあ、これもまあまあ売れたんですけども、うん、でも FX をマスターしている人がこれから増えると教材売れなくなると思うんですよね、うん、まあそんなことも考えながら、世の中ってのはどんどん変わっていくし、どんどんね限られてくるなと、うん、もう手遅れってものがある、締め切りってものがある人生には、うん、で自分の環境とかよくあるんですけども、そうは言っても全員が全員できないじゃないかって言いますけども、そんなこと言ったってね、じゃあ自分の人生どうするのって、そんなこと言っても進まないよってことなんですよ。誰もがね YouTuber になれるわけじゃないよって言われますけども、それはその通りです。じゃあまあ自分のやりたいことをやったらいいと思いますよ、うん、だからね、自分にできるできないじゃないんですよね、やったかやらないかの連続なんじゃないかなと思いますね、うん、ロスジェネ世代の、まあ、なんかね振り返りでございました。いってらっしゃい。